あ今日もよろしくはい、こんにちす、はい、昨日ね、お二人のこのズームホームルームって、どういう考え方でやってるのかということを、まあ、取り上げたら、実に多くの方から書き込みいただいて、今、私、確認しただけで94件すでにありますからね、いやーししあ、ありがたいというか、びっくりしたでしょう。 見間違いかと思いました。<laughs> 他のところ見てるみたい <laughs> いや、だけどみんなね、こう温かいのコメントくださって嬉しいよね。いや、私、あの本当は文句言いたいのに言えなくなっちゃったんじゃないかなと思って、あんなに温かいコメントばっかり並んでいると、<laughs> 大丈夫ですかね。そうか、なるほど。<laughs> いやでもねあの昨日、うん 話したようにあの今まで通りに普通に書き込んでもらえればいいわけですから、うん、言いたいこと言ってもらえれば、うん、まあ私たちはそれに応えられるように頑張りますって話ですよね。うん、そうだよねこう、うん、我々も本当に素を見せてちょっとこうテレビに出ているときやっぱりお互いどうしても気取っちゃったりするんだけどここはね、はい、そうじゃないやっていこうと <laughs> あの結構あの池上さんが「俺」っていう言い方をするのが新鮮ですって書き込みもあって確かに。 放送で俺なんて言わないもんな。だけど普通は言ってるもんな。言うはずないですよね。で<も>私はっていうもんな。今、池上さん、ご自身で言ったこと、忘れないでくださいね。時。きどらない。テレビみたいにやらない。はいはい、ご自身で言いましたからね。はい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 。そうしますよ。<laughs> <laughs> はい。 というわけで本当にありがとうございます。はい、え本当にありがとうございました、ね。本当に気を引き締めてやんなきゃいけないなと思うんだけど。はい、そうですね。すごく励ましにもなりましたしね。はいはい、嬉しかったです。本当にありがとうございます。はい。で今日なんですけれども、はいはい。あの今日は11月13日の金曜日なんですよ、ね。はい。で5年前も11月13日は金曜日だったの覚えてますか。ああそうだったっけ。13日の金曜日に結婚されたのが。ああうん うん、あのパリの同時多発テロだったんですよ。そそうだったそうだだっったたはい、うん、で私はその時ちょうどパリの夜の時間が日本の土曜日の朝になるんですよね、うん、8時間ほど時差があるので,、うん、で私はその当時土曜日の朝の生放送の番組に出ていたんです。そ、うん、そうしたたらパリででテロがあったとでその一箇所じゃない で犠牲者が最初はそんなにあのうんと大きい数ではなかったんですけれども相当数出てるらしいというようなことがあってで私自身があのパリにその移民の取材に行っていたものですから、まあ、そこで答えられる範囲のことをいろんなことを答えたわけなんですけれどもその後、まあ同時多発でいろいろなところでテロがあったということが後になって分かってで例えばサッカー場でもありましたよねメルケルさんが来ていたとか。 そんなような状況もありましたけれども結局130人もの人が、まあ、犠牲になるっていうようなことがあって。 でそのテロの前に、まあ、この前もちょっとフランスでテロがありましたけれどもシャルリー・エブドという新聞社の,、まあ、あのムハンマドイスラム教の,、まあ、あの預言者でイスラム教の人たちにとって大切な人を風刺画で表現したことが、まあ、あのそのイスラム教の人たちにとってはあの許しがたいことで、まあ、テロがあったというような、まあ、前段があったんですよね。 でまた今年になってその同じような問題でテロが起きたっていうようなこともあったので5年経ってもやっぱりなかなか社会が変わらないということとフランスとしてはその表現の自由っていうのは絶対守るべきだと言ってマクロンさんもマクロン大統領もそういう発言をしましたけれども私自身5年経っていろんなことを考えてこれはもちろん表現の自由を守りながらもできることがあるんじゃないのかなって。 っていいうう気持ちでででるんすすねどうですか、うん、あのマクロン大統領がねこれ表現の自由は大切なんだってことをああいうテロのあとにもかかわらずそういうことを言い切るっていうのはあ政治家として素晴らしいなって思う一方ででも確かに表現の自由大事だしああいうことは襲撃なんて許されないことだしあ,のああいう、えー、なんか風刺があってもそれを許容する社会であってほしいと思う一方で。 しかし、このイスラム教徒の人たちのこう心、気持ちを傷つけるというところがどうなのかなと思ったんだけど、あの増田さんはね特にあのフランスでいろいろ取材してきて、来してって言葉があるよね、日本語になくすと、はい、政教分離というんだけど、これやっぱりフランスの長い歴史の中で築かれてきたものだよね。 そうですね。あの、もちろん、フランス革命から始まってるっていうようなことがあるわけですけれども、やっぱりその、まあ、フランスの場合にはキリスト教ということになりますけれども、いわゆるその宗教の権力と政治っていうのは、話して考えるべきだということと、それから、あの、もちろん、あの、 フランスという国は移民が多いのでイスラム教徒の人たちもこう入ってきているという状況があるわけですけれどもイスラム教徒に限らずユダヤ教の人でももちろんキリスト教の人でも公の場に宗教のことは持ち込まない。だから例えばあのフランスの,、まあ、あの人たちが あの、イスラム教徒の方たちがスカーフをして学校に来るのはダメだとか、そのことで論争になったりとか、あとは、まあ、そういう意味で言えば、あまり語られませんけれども、キリスト教徒の人が大きいこう十字架を下げて学校に行くっていうのはもちろんダメなんですよね。で、まあ、そういう意味で、みんながそういうことを公の場ではしないようにしようっていう考え方はあるんですよね。ただ、あの、わざわざ、 そのイスラム教徒の人たちが一番大事に思っている人のことを何度も風刺画にしなくてもいいんじゃないかなその辺はあの普通の、まあ、人権の国だとなんですよねフランスっていうのは人権のことを大事に考えるのであればそこを第一に考えてあのしなくてもいいことなんじゃないかな風刺画なんて他にもいくらでもかけるものはあるのでっていうような思いを持ってます。 表現の自由を大切にする。だけど一方で人権も大切にするそこで今回のことはいかがなものかってこういうそういうまあぶ権利と権利っていうのかなそれのぶつかり合いってことなんだな。 うんまあ、ぶつかり合いていうかもし人権をかあの大切に考えてくれているのであればそうなんですね。フランスっていう国は基本的にはそうなのでそこからこう発想をこう進めた時にあのわざわざ、ですよ。わざわざざ、もちろん書きたければ書いてもいいですけれどもわざわざ私たちは表現の自由をこれを認めてもらうためにこういうことをやってるんだとあのアピールをすることまではしなくていいんじゃないのかなと思ったということなんです。うん 結果的にこれフランスだけじゃなの問題でなくなっちゃってね本当にこう世界中のイスラム教徒が起こったりということが起きてしまっているというあの本当にからわざわざやらなくてもという感じはそれはあるよね。うん なんだ,ろうだから、例えばイスラム世界でもとんでもない政治家だったり、えー、そ,そういうあの政治家、大勢いるわけだから、そういうことをい,いくらでも批判していいし、いくらでもあの不死がにしてもいいけど、でも、宗教の本当のそのところっていうのは、もうちょっと配慮があってしかるべきだなと思うんだよな。 そうですね。だからまあ。でもあのマクロン大統領はその神を冒涜することだって、別にいいんだみたいなこう発言してますよね。うん、やっぱり私は私個人としてはそこまで言う必要はないかったんじゃないのかなっていう気はします。それよりもまあ、表現の自由というものが守られるとか。 もちろん強い姿勢を示したかったというのは、まあ、リーダーとして分からなくはないんですけれどもあのこれまでまあ5年間の経緯もあるわけですしそれから今年に入ってもそういう事件が起きたということなのであのもう少し,こうでしょう、ね、対話というかお互いがあのうまく歩み寄れるような形の方法を探してほしいなというふうふに思っています。 それで言うとフランスはだからキリスト教徒だけじゃなくてもちろんユダヤ教徒もいるしイスラム教徒もいるってなるとフランスの国内でこう宗教間の対話とかなんかそれぞれのこう個人レベルでえ宗教のわ、えー、壁を越えて仲良くしようみたいなそういう取り組みこれも増田さん取材しししてたたよねはいしました例えばあのユダヤ教の人とキリスト教の人が仲良くするように活動しているとかでもその人はしょっちゅう襲撃されてるんですよ。 そうなんだやっぱりそうなっちゃうんですよね、うん、でもそれでも屈しないって言ってでその方の事務所はよくあの壊されたりしてるんですお<ー>、うん、でやっぱりそういうことになっちゃうんですがでもそれでもやろうとしているそれからキリスト教とイスラム教の方たちの間でやはり話し合いを持つっていうことをそのテロがあった直後ぐらいはやっていたんですただあのそれがあの突き詰めていくところまではなかなかいかない。 っていうような状況だったんですがそれでもね、やっぱりその社会の中でやうまくやっていかなきゃいけないというかお互いにちゃんと話をしてうまくやっていく道を探していかなければいけないって考えている人たちがいるわけですよね。でそうう。でで、なななないいいと、本当にテロがなくならないっていうであの 強くこう例えばまあ自分がイスラム教徒の人たちにとってはそういうことがあればやはりこう敵対心といいますか相手を恨む気持ちってて必ずこう芽生えてきますよねだからそういうことがそうならないようにあの一人一人がまあ小さなところから始めようっていう活動をしている人たちもいるんですよ。 だからそういう声ってねそうやって潰されがちなんですけれども、なんとかそういう道をこう探っていってほしいなって思ってます、うん、で今の増田さんの話を聞くと、こう日本でね、そういう向こうからのニュースっていうと、どうしてもこうあのテロが起きたとか、それに対してマクロン大統領が強硬に言ったとか、そういうことばっかり報、えー、じられるよね、それは、まあ、当然っちゃ当然なんだけど、でもあの本当に地道に。 それでもこう宗教観の対応を取り組んでいる人たちがいるんだってことをやっぱりもっともっと伝えていかなきゃいけないなそうですねだからあの例えばですけれどもそのユダヤ系の人たちっていうのはこうなんか何年かに1回やっぱりこう迫害されてるっていうかその例えばですけれども。あの テロが起こった年になってスーパーが襲撃されたりってことだったんですよねユダヤ教の人たちが買い物に行くであのそういうことがこう起こりがちなのでその難しい部分はあると思うんですただあの努力してる人たちがいるっていうことを忘れてはいけないし例えばそのスーパーの襲撃事件の時に助けてくれたのが移民できたマリの確か青年だったんですよね。 アフリカから来たでその彼は英雄になりましたよ助けてくれたから他のあのユダヤ人の人たちをでそういうようなこう助け合いならではの,、まあ、あの精神が生きているのもやっぱりフランスのいいところだなと思ったのであのそれが、まあ、一国だけではなくてねあの世界の人たちが考える材料としてあの知ってもらえるといいなと思ってます。そうだ、ね そしてそ,れをそういう宗教についてね、ね、えー、そもそもどんなものかみたいな話もこれからね、あのこのユーチューブ学園で取り上げていこうなそうですねあの。移民の方についても、まあ、これまでもちょっとあの難民のことを話しましたけれどももうちょっと普通の生活のレベルで話せることがあったらいいなと思ってますのでそんな機会があのこれからあればいいな作っていいきたいなと思います、はいはい。じゃあ、今日はここまでにしましょうお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい チャンネル登録よろしくお願いしますポチッとねいろいろなものがまだ上がってますからそちらも見てくださいよろしくお願いしますよろしくお願いします